私ですね、こちらのリドパラフィン製品がありますが、これね、油が垂れてますね、この部分。はい、先ほど私これ使いましてですね、はい、こちらに、開けるとき以上に閉めるときキーキーと音が鳴る収納家具のドアでしたけど、あれ音が鳴らないようにね、私しましたので、これを垂らすことによってですね、垂らしたり塗りたくったりね、してやることで、はい、まあ、音が鳴っているときの状態は残念ながら撮影していませんが、まあ、こういうこともしたよということでね、目論見通り音を鳴らないように、はい、達成できたと思います。